的な差があるわけな。わかるね、わかるかい、あなた。ああ、悔しい、くそー、次に絶対勝つ、俺はディフェンスリーダーになる。ああ、あの日からトレーニングの時間を激しく増やした。朝7時からの11。あ、それです。横に横に。高校生以来の階段ダッシュ。飛び入り参加でこさる。試合までは随時腹筋。次に勝てなかった腕立て伏せ。次に勝てなかったリフティング。
スです。オーケー、セラです。やっぱり試合が一番楽しい。強豪高校での練習参加。たまに純也を動かしてストレス発散。おお。やばい。うわー。強者に挑み続けること。早すぎます。早すぎます。週末は強度の高い試合で戦う気持ちを育てた。必ず DM リーダーになってやる。